皆さん、こんにちは。マークです。2023年12月31日ですね。今日は大晦日になりますに撮っております。ちょっとね、間が空いたんですけれども、このね、今年のなんていうのかな、最後の日に今年はどんなね、年だったかっていうのをちょっとだけこう総括というか振り返ってみたいと思って、ちょっとこう録画しております。今年はね、皆さんどうだったでしょうかね。大体皆さんね、こうやって年末になるとね、今年はどうだったかなっていうね、振り返り、またはね、次の年の明日以降のね、また1年どうしようかなということをいろいろ考えられるね、いい機会になるかなと思うんですけど、まあ今回ちょっとね、僕にが自分のことについてね、ちょっとこう今年はどうだったかというのと、また来年どうしていきたいかっていうのね、ちょっとこう今こう自分の中にあることをちょっとこう画面を通してね、シェアしたいと思います。まあこれをね、見ていただいた方もね、自分の総括して、またね、来年明日以降どうしたいかっていうのをまた考えてみてはいかがでしょうかね。まあまず僕のことの1年はですね、まあ1月にね、本当にアーユルヴェーダというね、ワード、まあ、去年の年末ぐらいかな、もうこの同じぐらいの時期とかね、まあ、12月の時ぐらいから、まあ、1月とかに、まあ、アーユルヴェーダっていう言葉がね、僕の中ですごく意識というかこう浮上してきてね、ずっとこうあって、でまあね、初めてそれもアーユルヴェーダを元にしたというか、自然のものを使ったその草木染めっていうね、髪の毛の病院をされているところにね、滋賀県の長浜の方に行ったのが1月の始まりで、でその後すぐにね、ホームページというかネットサーフィンしてると、パッと目に入ってきたのが、そのアーユルヴェーダを体験できる、本場のインドでね、体験できるツアーをしますっていうのが目に入ってきまして、ちょうど僕もその、まあ、髪の毛だけじゃなくてね、実際アーユルヴェーダっていうのはどんなものなんかなというのをね、体験したいっていうふうにバッとこう内から出てきまして、でまあ調べててもですね、日本であるアーユルヴェーダっていうのは大体まあ女性、対女性に対するどちらかというとこう何て言うのかな、美容に近いものが多かったのでね、それをちょっともう僕も女性ではないのでね、ちょっと違うなと思ってたら、そう言ってインドのね、インドで本当にその施術を受けれるっていうのが書いてあったんで、ぜひやってみたいと思ってですね、もうすぐに2月頃やったかな、申し込みして、家族に OK をいただいてクリックして申し込んだんです。でまあそれからまあ9月ね、それが9月にあったんですけれども、まあ、その間ね、僕もすごくスパイスカレーっていうかね、スパイスにすごく興味をそのアーユルヴェーダとともにあって、まあ、去年はケーキを作ったりとかなんかいろいろしてたんですけど、今年は本当にスパイスをよく作る、スパイス料理、まあ、カレー、いわゆるカレーって言われるものを作ってたりして、でね、インドに行く前はそう結構いろんな、いろんなところに食べに行っては自分で本を見たりして作りながらねやってて、実際ね9月にこう行く機会があって、実際向こうのねお食事っていうか、まあ、病院の中での食べ物なんで、機内食とか、まあ地域によっても全然違うんですけれども、優しい味のね食べ物をすごく食べて、あとは軽い食べ物を体験して、あ、こうやってこう食べると体にね負担をかけずに栄養を取りして、また
負担をかけずに消化して排泄できるっていうね、面白い体験というか、初めての体験をして、でまたはね、そういうトリートメント、ああこうやってオイルを塗ることでね、僕なんかはね、お肉とか魚とかを食べないので、やっぱオイル系がね、油が少なくなるので、まあ、その補い方はやっぱり外からでも補えるっていうことをね、アーユルヴェーダのね、トリートメントで学んで、でそれもやっぱり僕の中で大きかってね、今は毎日ね、体にオイルを塗って、補ってますね、うん、でまあそこで出会ったのがやっぱりね、同社ですね。僕のその性質、まあ、3つのね性質がある中で、自分はどういう性質を持っているのかっていうのを知ることでね、あ、自分の体質、性質はこうだから、やっぱこういうふうなところを補っていかないといけないっていうのは、僕自身もそうですし、まあ、家族もね、それぞれ性質が違うのでね、同じものをだけを食べるっていうのじゃなくて、それぞれに合ったものをね、補っていくっていうのをが大事なんだなっていうのをね、すごくアーユルヴェーダーを実際体験しに行って感じたのがね、この9月10月そこずっとね、それどうやってアウトプットしようかとかいろいろ考えながらね、料理を作ったりしてましてね、してました、今もしています。で、あとはね、そのトゥリヨガのね、トゥリヨガを作られたファウンダーというかね、作られたカリージさんがね、4年ぶりに日本に来られて、でそれでね、初めて僕もオンラインでしかお会いしたことがなかったんですけど、実際こう対面ねする機会があって、3日間京都に泊まり込んで受けまして、本当にね、このね、今のこの時代にね、今生きている人、まあ、男子女子関係なくね、性別関係なく、あとね、性別ももちろんそうですけれど、その国柄もそうですし、そういうの、年齢も関係なく、今の人に合ったヨガをこうね、下ろしてきてくださってね、それを皆さんね、みんなにこう広めてくださってる、そのカレージとね、直接お会いして、まあ、直接こう指導のもとでね、一緒にフローできたことは僕の中ですっごく大きかったです。で実際ね、そのカレージもつい今月なんですけれどもね、インドの方でインド人以外で初めてね、そういうなんかそのヨガに貢献したその賞をねいただかれて、すごいなんか名誉な賞をいただかれたっていうね、っていうのを聞かせていただいてね、やっぱりそうやってちょっとずつね、そうやって地道にこうされてることっていうのはね、いろんな人が受け取ってそういう結果になっていくんだなっていうのをね、目の当たりにさせてもらいました。で、まあ、その時にね、あとそのキールタンですね、その神様を唱えながら歌うっていう、まあギターでもそうですけど、何でもいいんですけどね、楽器を使いながら、ハーモニウムとかいろいろあるんですけれど、それもねすごくカレージが来られた1日目の時にね、夜にその初めてキールタンっていうのを生で聴かせてもらえる機会があって、ですごく興味を持ってね、で後日、その田村あかりさんってね、そこにおられた方なんですけど、ワークショップ、ワークショップと実際その人の、キールタンが京都のところであるということでね、申し込んだら急遽、その SNS で知ったんで、前日に知って申し込んで、で行ってみたいな感じで、まあ、ここでもシェアしてましたけれども、実際ね、その前の1時間にね、ちょっと無理を言いまして、ギターのレッスンを受けるとね、本当になんか自分のなんかこう使えてたものがね、すごく取れてね、あ、何でもいいんだっていうのをね、そういう方がっていうのは特になくってね、
自分の思うがままというかね、出てくるままにね、歌って、それを、まあ、メロディーに乗せて歌えるっていう、そのなんか喜びプラス、そのやっぱり神様を唱えるとね、マントラと一緒なんで、まあ、マントラなんですけれどもね、すごくこの心の中が、なんていうんですかね、ちょっと表現しにくいんですけど、症状になるというか、現れていくっていうのがね、浄化されていくっていうのがすごくあって、もうなんか心もね、なんか精神的にもね、なんかこう肉体的にもエネルギー的にもこうすごくなんかこう、なんていうのかな、汚れが取れていくというか、整っていくっていうね、そういう風な感じになっていくのが、それ以降ね、このスタジオでもそうなんですけど、ギターを弾きながら、あとね、このあかりさんのこのね、テキストを見ながら弾くことですごく充実しています。でね、その最後はね、12月にその一緒にケララに行ったね、メンバーとそのまあ忘年会じゃないですけど、最後に会おうということでね、今年最後会おうということで、小田原の方に、初めてなんですけど、小田原の方に車で行ったんですけどね、車中泊をして車で行ったんですけど、でただ単にやっぱりね、小田原まで行くんやったらなんか他にできることないかなと思ったら、ヒポクラテサナトリウムか、ヒポクラテサナトリウムって言ってね、断食をされている施設があって、まあ、そこはそのドクターの元で診察というか、診察してもらうんですけど、ドクターの元でやるというのがあって、で、まあ、この僕は2泊3日の中のその断食っていうパターンの方を選んだんですけれど、まあ断食って言ってもですね、朝昼晩に人参リンゴジュースをね、コップ3杯ずつ飲むっていうやつなんですけど、全く何も飲まないっていうんではなくてね、飲み食いしないとかじゃなくて、で普段からもうそんなになんか食べないともう生きていけないっていうか、食べないと空腹が苦痛になるっていうことがそんなないので、だからね、そうやって美味しい搾りたての人参ジュースをね、1日にね3回も飲めるっていう喜びを味わいながら、ね、体を整えていくっていうのをね、楽しみながらね、自然の中で過ごして帰ってきたんですけど、それもすごく僕の中ではそのアーユルヴェーダとつながりがあってね、やっぱりね、この昨今はね、飽食というかね、大量生産、大量消費、大量廃棄みたいな感じになっててですね、なんか空腹があまり良くないような感じ、空腹がね、ないっていう人の方が結構多いんじゃないかなって思います。ちょっとお腹空いたなと思ったらね、コンビニ行ったりとか、すぐなんかお腹に入れれるものが身の回りにあるので、空腹の時間っていうのがね、本当に、なんていうのかな、ないんじゃないかなって、自分自身がそうだったんですけどね。でもその空腹がいかに体にとって大事かというか大切かっていうのをね、今年は本当に身に染みるほど知ってですね、今ありまして。で、もちろんそのアーユルヴェーダでもね、食事とそのファスティング、断食を両方とも体験できたことでね、今後その食事っていうかね、体に入れるもの、そしてね、その、なんていうのかな、整えるというかね、ちょっとこう体を休めるっていう休め方とかも含めて、アーユルヴェーダーオンリーじゃなくて、ね、自分に合ったその選択肢を知るっていうことで、すごくいい体験をしたんでね、これからね、来年以降、明日以降ね、それをこう使っていってね、またなんかいろいろシェアできたらなというふうに思っています。で、まあ、これちょっと振り返りなんですけど、
でちょっと長く振り返り長くなったんですけどね。でそれでその、うん、来年以降なんですけど、来年は特にまあ来年なんですけど、僕の中でその今月に入ってからすごく、まあ、キーワードとして出てくるのが Back to the nature、 Back to the future じゃなくて Back to the nature で、自然にちょっと戻ろうというのが自分の中で出てきまして、うん、インスピレーションがあって、でまずはね、あの僕の実家は奈良県なんですけれども、うちの実家のこの裏にですね、あのおじさんがされてた畑が あって、でそこが今ちょっと使われてないのでね、そこをちょっと使わせてもらおうかなっていうふうに思ってまして、で何をするかって言ったら、あの自然農というか共生農というかね、耕さない、肥料を使わない、で殺虫剤を使わない、うん、この3つを使ってやるという、3つをしないっていう農業をするというのでね、でちょっとこういろいろ試しながらやってみようかなというふうに思っています。であとはね、その、うん、ヨガをもうやりつつ、ちょっとこう山に登ったりとか、ね、登山、そのハードな登山じゃなくてね、本当に低い山でもいいんですけど、あの登山をして、うん、ちょっとこう自然と触れるっていうのもね、まあキャンプもできたらいいかなと。であとちょっとこう、まあ大阪ではちょっとできないかもしれないんで、ちょっとだけ離れたとこ行かないといけないと思うんですけど、ちょっとサーフィンもねやってみたいなっていう、ちょっと泳げないんですけどサーフィンをやってみたいなっていうのがあって、ちょっとこれね、この、まあ、3つというか、まあ、キャンプを含めてで4つ、これはちょっとね、まあ、やってみたいなっていうふうに今年というか来年ね、まあ、やってみたいなというふうに思っています。うん、またね、ここでね動画を通していろいろシェアできたらなというふうに思っています。でまあね、そうやってなぜ自然かって言ったら、やっぱりあの先ね、ヒポクラティックサナトリウムっていうね、あの断食施設の名前言いましたけれど、このヒポクラティックっていうのは、あのヒポクラテスさんって言って、あの医学の父だったかな、その西洋医学の元となる、あの紀元前の、あの方なんですけれど、紀元前に、生きておられた方なんですけれど、まあなんかね、医学部、お医者さんになる前に、なんかこう医学部でもその先生というかね、ヒポクラテスさんの誓いっていうのをなんか唱えるらしいんですけれども、そのヒポクラテスさんがいろいろね名言を残されてるんですけど、その中の一つでね、あの自然をに人はね、自然をから離れると病気になるっていうね、あの言葉を残されててね、あの別に病気にならないためにやるっていうよりもね、あの自然っていうのがそれだけ人間にとって大事だっていうことをね、あのちょっと僕も自然からちょっと離れてるので、ちょっと自然を触れることでどういうふうに変わっていくのかなっていうのをちょっとこの身をもって体験したいなと思って、まあ、今回こういうふうな流れになってるんですけれども、なんかよくね、病気の反対は健康っていうのがね、今の現代のね、言葉遊びなんですけど、そのもっと深いところで言うと、この病気の反対っていうのは自然自然だから、病気じゃない状態っていうのはより自然になっているっていうことなんですよね。だから病気になっていくっていうことは不自然な状態になっていくっていう考え方っていうか捉え方が、僕は一番自然なのかなっていうふうに病気って言うとね、なんかすごく深刻に考えるんですけど、ちょっとこうね、視点を変えてみるとね、あ、今調子悪いなと思ったら自分の体っていうのはね、不自然な状態になってるのかなというふうに見れたら、ちょっと面白いんじゃないかなっていうふうに思うんですね。まあ僕らね、人も自然の一部なんでね、まあこの体をね、去る時っていうのはね、去っていくと、この体っていうのはね、
焼かれてね、骨になって空気中にね、空気中とあとね、こう灰になって残るものを地面に帰っていくっていうようにね、全部この自然、地球に帰っていくので、うん、だから人間は自然の生き、自然な生き物っていうか自然の生き物、自然の中にいる生き物なんで、だから自然じゃなくなる、不自然になると病気になる、自然な状態にいると健康な状態になるっていうような感じの捉え方の方がなんかしっくりくるのかなっていうふうに今思っています。でまあそれをね実際明日以降ね体験していきたいなというふうに思っております。うん、まあ皆さんもね、一度こう振り返って今年のね、まあできやりたかったこと、できたこと、できなかったことも含めてね振り返って、でまた次ねやってみたいこととかをね、いろいろこう今年できなかったやってみたいっていうのもあるし、新たにやってみたいなって思うこととかもね、実際にこうノートに書いてみてるすると実際ねできることがたくさんあると思うので、ぜひね、この動画を見てもらった後でね振り返って、でまた先の明日以降のことをクリエーション、想像してください。今年もね1年本当に動画を通してお会いできて本当に感謝しております。ありがとうございます。またね来年以降もね引き続き、不定期ではございますがアップしていきたいと思いますので、来年以降もよろしくお願いします。そしてね皆さんのね、心がね平安で無事良いお年をお過ごしくださいませ。そしてまたね来年以降ね本当に楽しい人生をねクリエーションを一緒にしていきましょう。それではさようなら、ありがとうございます。